はい、ご紹介に預かりました。九段代表のこです。本日はよろしくお願いいたします。あの声聞こえておりますでしょうか。えーと普段はですねえー。全ての機会に目をということで、えー、やっております。けれどもまあ、本日はあの我々九段の話を初めて聞かれる方もあのー、いらっしゃるかと思いますので、まあ、そもそもこの機会の目とは？ え何なのかで、我々はどのような事業をしていて、どのように成長しようとしているのかというところをぜひとも知っていっていただければと考えておりますので、会社の紹介の介のをさせていただきたいと思います。で早速なんですけれども、われわれが取り組んでいる機械の目というのは、人工知覚とあの呼んでいる技術でございまして、これはあの皆さん、聞きなじみのある人工知能、すなわち AI ですね。AI とは あの目と脳という関係で、まあ、対になるようなあ技術となっております。でえー、目と言いますと、あのよくその画像認識ですかというふうに、まあ、あの聞かれることが多いんですけれども、実は世の中にあるほぼすべての画像認識というのは、ですねこちら人工知能の技術でございます。というのも、人工知能の本質はですね、 何かこうコンピューターに学習させてそういった前提知識に基づいて情報の意味合いを理解したり解釈したりするものなんですがいわゆる画像認識というのは例えばこのスマホのこの,あの、えー、と顔面認証というような ものはいわゆる画像認識なんですけれども、そういったものというのは、ですね事前にこの、えー、人の顔というのは顔認識で、人の顔はこの人はこういう顔だよという、えー、ことを学習させて、それに基づいて、例えばその人が違う表情をしていたり、まあ、例えばひげが生えている、化粧をしていたとしてもです、ね、同じ人物ですよという、そういった解釈を与えるものということで、基本的には人工知能の、まあ、脳にあたる技術でございます。一方で人工知覚は何かと,いうと 基本的には前提知識に基づかない学習とは関係なく、かつその見た景色の中にあるものの意味合いではなく、その空間そのものを、まあ、あの理解するというものが人工知覚となっておりまして、まあ、これが目に当たるものなんですけれども、より具体的に言うと、ですね人間の言うところの方向感覚や、まあ、運動感覚に当たるようなものとなっております。 でえー、と方向感覚といいますと、あの皆さんご存知のりまり、まあ、新宿駅というのは日本で一番大きな駅でございまして、中の構内というのは非常に複雑に入り組んでおります。でもし新宿駅に行ったことがない人がえ新宿駅に行って、そこにもし標識が全くなかったとしたら、ほとんどの人は歩き回っていると、道にあ、その中で迷ってしまうかと思います。でえー、方向感覚が本当にものすごいあの方向感覚の持ち主であれば迷わない。 ことになるかもしれませんが、その時にまあ人間が持ってる方向感覚ってどういうものかというと歩き回りながら見た景色から頭の中にその,その新宿駅の構内の,あの地図というのを組み立てていってで自分がこう 進んだり曲がったりするたんびに地図を動かしたりこう回転させたりしてですね自分が地図の中にどういうふうに動いてるかというとこというのを同時にあの直感的に理解するそうすることによって自分がどっちの方向に行ってるのかはたまたまあ上に行ったり下に行ったりぐるっと回ってきて同じところに戻ってきてるのかというところが分かるというものこれが方向感覚の正体ですでそれがもっとこう素早くちょより直感的に 行われるのが、例えばフィギュアスケートのジャンプなどにおいてスピンをして氷に着氷しようとしたときに、こういった能力をより感覚的に素早く動かして、正しい体の向きにして氷に着地することができると。そういったものが視覚を通してできるようになると。これが視覚に当たるわけです。 お分かりいただけたかと思いますが、こういったことは基本的に何か前提知識を持って学んでできることでは全くなくて、より知覚、まあえー、人間でいうところの資格を持った知覚、そういった能力になります。で、これを人工的に作ることで、機械にもそういった能力を与えようとするのが人工知覚なんですけれども、より技術用語で言うと、スラムサイマルテニアス・ローカライゼーション・マッピングという言葉の。 頭文字に当た,当たりますがそういった技術で代表されます。これは、ま、日本語で言うと、えー、分かりやすく言うと自分がどう動いてるのか、周りがどうなってるのか、こういった同期した問題を、まあ、複雑な数学や情報処理を用いて、えー、解く、そういった技術になります。で、えー、こういった、ま、技術を、ま、機械に与えると、じゃ、機械はどのように、あの、周りが見えるようになるかと。 いうところですが、えー、少し、えー、ビデオで紹介させてください。えー、とこちら、私、我々の技術でもでして、コンピューターにカメラをつけ,つけて、我々のオフィスの中歩き回った時の、まああの画像なんですけれども、えーと、すみません、ちょっと待ってくださいね。えったん止めさせていただきます。えー、と左側の2つの絵がですねカメラから見た、えー、絵です。 で2つあるのは右目と左目を並べているだけでございます。でえー、重要なのはこの右側ですね。右側がそのコンピューターが見てイメージしたものが右側に当たります。で右側に見えているものは実はこの緑の点々というのは2、えー、次元的に見えているものを3次元的にまあ地図として組み立て直したものが緑の点々。そしてこの赤い線というのが自分の動きになりますで。まさしく新宿駅の構内を人が動き回って った時の持ってるる方向感覚と同じ働きをすすんですが動き続けるとですね自分の動きに合わせて周りの3次元、のこれ、天群と呼ぶんですけど、その3次元の構造がぐるぐる回ったり動いたりして、その中で自分がどういうふうに動くかというのがよくわかると。そうすることで、コンピューターも人間と同じように方向感覚を持ったり、運動感覚を持つことができる、それが目の力というふうになるわけでございます。 えっとでえー、こういった、まあ、あの人工知覚がじゃあ何の役に立つのかというところですが、まあ、まさしく我々人間がですね自由に空間の中を動き回ろうとした時に当然脳と目 この2つの対がなくてはそういったことができないと同じように動き回る機械、まあ、すなわちロボットですね。ロボットというのはこういった能力がないと人間と同じように本当の意味で自由自在に動き回ることができません。でロボットと申しましてもいろんな種類がありまして産業ロボットのように本当にロボットらしいロボットもあれば、まあ、あの空を飛べばロボットというのはドローンと。 なりますしまあ、車の形して道を走ればそれは自動運転の車になるということで動き回る機械ロボット的なものというのは非常に世の中に幅広く今後増えてまいりますのでそういった応用先に使われる技術となりますまたまあ先ほどお見せしたようにコンピューターが空間の中を動き回ると コンピューターがその空間をデジタルな形で理解することができますのでそのデジタルな空間の中に人がまた入っていくことがその入っていくようなインターフェースを作ればそれはメタバースと呼ばれますしそういったデジタル空間自体が次世代の地図として活用されるともうまさしく本当にこれから勃興していくさまざまなあの産業の重要なアプリケーションに対して我々の技術が 人工知能とセットになって貢献していくとそういうふうなな技術となりますで、まあ、そういった先端技術に取り組んでいる技術集団というのが九段でございますが東証の会社としては非常に珍しく海外生まれ海外育ちの会社ですので遠隔を紹介させてください。 普段は、えー、イギリスのブリストルという都市で、えー、生まれて、えー、創業しています。その後、東京に本社をグローバルの本社を移しまして、東証に、えー、上場いたしました。えー、また、ドイツのミュンヘンにあるアーティセンス社、普段の、まあ、直接の競合に当たった会社を買収しまして、 であの実は創業してからはです、ね、一貫としてヨーロッパで一番大きな、まあ、技術会社としては大きな組織を抱えていて、でさらにまあグローバルに今展開している、まあ、そのような会社でございます。で技術会社という話ですが、あのキーになる、えーまあ、2人のキーマンを紹介させてください。1人はです、ね、ふだん創業 CTO のジョン・ウィリアムズ。まあ、彼はは基本的にはあの 実装に非常に特化していて、それこそアップルやグーグルに先駆けて技術をスマホに実装するなど、そういった実績を積み重ねてきた実,績実装のプロ中のプロでございます。で、もう一人、そのジョンとバランスを取るのが理論、理論の世界で世界をリードしているアーティセンスの創業 CSO のダニエル・クレーマーズ教授です。で彼はですね、ミュンヘン工科大学の首席教授に。 でえかつこの領域ではントツで世界で影響力が高いスラムの研究者でございます。ン、まあ、トツでせあの影響力があるというのは、まあ、本当にこの第一人者中の第一人者でございまして、え論文の引用数からまあ参集される、えー、と学科技術界の影響力というのは、まあ、当然世界でもう日本でもあの日本はのみならず世界に並ぶものはいなくてですね、まあ、強いて、えー、と比較するならば、まあ ノーベル賞を、えー、受賞した、えーえー、山中伸也教授、IPS 細胞ですね、えー、京都大学というのが大体、まあ、別分野なんですけど、大体同じようなそういったその学術界での,あの論文の引用数のレベルとなっています。まあ、そういったこう2人のですね、えー、実装と、えー、あとは論理の こういった両輪でもって我々はこの先端技術そしてディープテックというところに取り組んでいるわけでございますでこのディープテックなんですけれどももう少しこのポジションについてお話しさせていただきたいと思います我々が取り組んでる新,新装技術ディープテックというのは、まあ、まさしくその産業内でもしくはその人口近くのその 業界構造の中で技術的に一番深いところをやっておりますこれは、えー、スラムのアルゴリズムにあたるものでして、我々はこういったアルゴリズム、これはソフトウェアに当たるんですけれども、それを開発して、ライセンスの提供をする事業をしております。で提供先というのは、まあ、複数のあの、 えと層に分かれてるんですけど例えば、我々の技術を半導体やセンサーとパッケージしていくような会社さん、あとはロボットや自動車ウェアラブルなど、実際のこうユーザーに使ってもらう製品のレベルまでパッケージする、えー、レイヤーの会社さん、さらにそれを運用する会社さんといった形で、我々技術の提供をしております。 でこの深層技術に取り組んでいる1つの,このポイントなんですけれども、やはり技術的に非常にこの先端性が求められる領域の中で、我々は本当にこの少数性で技術、一点突破をするために、ピンポイントでここを狙っているわけなんですけれども、やはりこの深さというのが重要でして、深ければ深いほど、それによって使われる領域の広がりというのは非常に大きくなります。 例えば、我の技術というのは個別ロボットだったり個別自動車にその専用化されているものではなくてより汎用的に。 使われるような技術を開発することが深く潜ることによってできるというわけでございます。まあ、一つ、その比較例として挙げさせていただくならば、同じイギリス出身のまあ ARM という会社が、まあそ以前ソフトバンクにもまあ買収されて、まあ、3億円くらいで買収され、非常にこのあの有名になりましたが、えー、彼らはですね、CPU アーキテクチャという、まあ、半導体の CPU でもないもうひ本当に非常にこう深いところで一体何をやってるのかっていうのは本当に一般の方からはよくわからないと思うんですがそこにあの一点突破してるがゆえにです、ね、非常に広がりがあ広くて、まあ、スマホからこの人工衛星まで、えー、非常に幅広く使われていて、まあ、市場シェアも9割以上。 という、まあ、あの非常に面白いポジションを築くことができているというような会社でございます。で我々としてもですね、えー、と人工知覚のこういった産業の中で、えー、同じようにどこにでも入っているあの黒子のような、まあ、存在、そういった技術に取り組んで技術の普及を目指しているところでございます。でえー、このまあ 黒子という話をあーしましたが、まあ、よくいただく質問として、えー、本当に黒子必要なんですかと、えー、お客さんがじゃあロボット開,開発している会社が自分たちで,、えー、こで人工知覚、スラムも開発してしまいませんかということについて言うと、実はそこは非常に面白いことに、黒子の存在がかなり、まあ、需要として重要になってきているというのは、この人工知覚の世界でございます。で人工知能特にその 深層学習ですね、ディープラーニングとかで代表される人工知能と比べると分かりやすいんですけれども、実は人工知能の中でもこの深層学習というのは、えー、アイデア自体、本当に革新的で革命的な技術なんですが、アルゴリズム自体は非常に簡単です。人工知覚やスラムに比べると、それこそ,そのこのプログラムの行数が100分の1以下というレベルで非常に単純で、かつ、えー、パソコン1台あってサーバーにつなげば、まあ、誰でも 開発ができるというソフトウェアで完結しているそういった技術でございますのでそういうことですので、まあ、例えばその研究者だったりとか、まあ、組織に属さないような自主的なエンジニアがオープンソースプロジェクトでオープンソースとして実用化してしまうということが非常に一般的です。 ですので、こういった技術というのは、もう基本的にアルゴリズムっていうのをオープンソースを使いましょうと、そういった世界でございます。一方で、人口近くスラムというのは、アルゴリズムは非常に複雑です。申し上げた通り。で、あとはですね、開発するにあたって、これは非常に高度なあのハードウェア統合が必要になります。というのも、そもそも技術の特性として、空間の中は動き回ることが大前提ですので、 これは例えばロボットに実装したりですとか、実際の環境の中で運用するということが不可欠になるわけでございます。でそういうことですので、えー、専門的な組織に属さない個人、個人レベルの集合でオープンソースプロジェクトで実用化している実績はなく、そういったことがまあ原因でですね、実はディープラーニングは、あの 技術が世の中に出てから、まあ、すぐにそのアルゴリズムレベルではオープンさせ化せて実用化されたんですが、こちら、スラムに関してはそ、そうのいった類のものでは全くございませんで。さらに人材獲得というのもよりニッチで難しくなるため、結果としてですね人工知能というのは、もうすでに実は技術の勝負というのは、アルゴリズムというよりもそれをどう使うか。えー つまるところそのデータですねデータの質の量、そういったところの勝負になってきているのに対して、えー、人口近くは、まあ、技術は先に世の中に研究で出てきたけれども、まだまだこのエンジニアリングの蓄積、そういったところが非常に重要になってきていて、普段のようなやはり黒子になって専門企業として開発していくと、とそういったところに需要が生まれると、そういった構造になっているわけでございます。でそういったこの市場の需要を捉えるために、普段は あの徹底的に黒子に徹することができるもう独立専業の会社としてポジションを固めてまいりました。で、えー、歴史を振り返るとですね、あのー、スラムの会社人口近くの会社っていうのはほとんどヨーロッパ生まれです。ヨーロッパが、あのー、このの人口近くの まあ,ある意味、メッカに当たるわけですが、これ、なんでかというと、少し脱線しますが、人工知能の方はですねデータ勝負になっているので、やはりアメリカや中国のように資本を使ってですねデータか買い集めて、そこでこういう勝負を仕掛けていくあの地域においては、かなりこの AI、人工知能をやろうという、そういったあの風向きが強いんですが、逆にこういうともすると、ちょっとニッチで。 かつあの、しっかりエンジニアリングを蓄積していこうというような技術は、まあ、あのヨーロッパで勃興してきたと、そういった歴史がございます。で、我々も例に漏れずあの、ヨーロッパ生まれなんですけれども、ほとんどの会社というのは、GAFA、まあ、に代表されるような、えー、アメリカの、まあ、超,大超,超大手の,このプラットフォーマーに買収されていきました。 われわれは、まあ、あのあの冒頭で申し上げました、強豪のアーティセンスを買収して、今では、まあ、独立専業としては世界、まあ、最大となっているんですが、まあ、GAFA に買われた方はですね我々にとってまあ都合のいいことに、実は彼らは自社の,この AR、VR 向けに非常に特化して技術専用化させているので、えー、汎用的な、まあ、やっぱり黒子になる技術っていうのが、マーケットにここら辺の技術っていうのは基本に出てこないんですね。 そういったところもあり、例えばロボティクスを含めてお客さんが技術を使いたいとなったときに、やはりマーケットの中で使える技術というところでは、まれわのような会社に需要が出てくると、そういった市場の環境にございます。で えと市場についてはまああの簡単に以上となりますが、その中で我々の,あのやっているビジネスについて、もう少し深掘りさせて、紹介させてください。我々のビジネスモデルとしては、基本的にはソフトウェアのライセンス収入、これによっていかに高い収益を上げていくかというところを目指しております。その収益の構造なんですが、案件レベルでいうと、2つの段階に分かれています。 えー、基本的には我々の技術をお客さんに提供して、お客さんそれを使って、お客さんのプロダクトを作って、マーケットに入れていくということになるんですが、えー、前半戦に当たるのが、お客さん側でわれ、まあ、我々の技術を使って、お客さんの技術を開発するという段階。この段階においては、我々は開発ライセンスという形で、まあ、案件ごとのライセンスフィーをいただいて、開発支援も行うという段階になります。で、えー、この折り返し地点といいますか。 変換点を迎えるのが顧客の製品化すなわちお客さんが製品を作りましたよこれマーケットに入れてきますよというところからお客さんの製品の売り上げに従って例えば台あたりもしくはアプリケーションがあったりデータ量あたりという形で我々の製品ライセンスをスケールする形でチャージしていくというのが我々のビジネスモデルになっていてこの後半戦にあたっては基本的にソフトウェアを まあ、あの提供していって、そこでスケールする形になりますので、えー、非常に高いライセンス収入を目指せる、そういったビジネスモデルになっております。で、えー、このまあ顧客製品化というのは非常に重要なポイントになりますが、われわれの今の現在地でいうと、まだまだほとんどのプロジェクトというのは、前半戦にあたるこの開発フェーズにありますので、まあ、事業全体としていうと、まだまだ仕込みの段階にございます。でただ 本期からですね顧客製品化がだんだん始まっていくと、まあ、そういった状況にございまして、来期以降に、えー、どんどん刈り取りのフェーズに入っていくと、そういったまあフェーズの転換というのをまさに今、動いている、そういった状況でございます。で具体的にはですね 製品化第1号案件を今期決定したことをリリース出させていただきましたがホエールダイナミック社というこ,れはこちら中国の会社なんですけれどもこのようなデリバリーロボットですとか、まあ、自動運転といった、まあ、ロボットから自動運転までの幅広いロボティクスを手がけている会社でございます、まあ、皆さんご存知かもしれませんが中国ではコロナの あコロナによるそのロックダウンが非常に厳しくてえこういったデリバリー系のですねロボティクスがまによるまあ精進化無人化というのは非常に進んでいます世界でも最先端で進んでいますこういったロボットを持って中国の大都市 まあもちろん高層ビルが非常にたくさん建ってるんですけどそういうところで例えば GPS の信号がまあほとんど取れない取りづらいというような環境においてもロボットが自分で空間を認識して自分でまあ進めるようにするとそういった技術の使われ方がしています。またロボットが自分たちで自由に動けるようにするだけではなくて動いた後にロボットがこの地図を作るんですけれどもその地図もまた さらなる自動運転のために使われるような、そういった再利用が,つができるような、まあ、地図も、えー、できると、そういった取り組みを計画しており、すでに複数の中国の大都市で、まあ、社会実装のプロジェクトを受注していると、そういった状況ですので、まあ、いよいよ我々の技術も、まあ、実際の社会で実装されていくという、そういったまあ段,階がの段階の幕開けが始まっていると、そういった状況にございます。でこうした顧客の製品化、 というのが、まあ、まさしくこのマイルスフォーンになっていくわけですがそういったことを我々は基軸としてですね今後事業拡大を目指してまいります。 で具体的にはですね、オイルダイナミックの第、まあ、1号案件にえ続いて2号案、2号3号とまあどんどんこう続いていくわけですが、それに合わせて各、まあ、あの進捗に合わせて5億円ずつのこのファイナンスというのを現在予定しています。でちなみに今現在の状況としては、第1段階というのはもうほぼ完了しておりまして、第2 まあ、2段階目、3段階目に関しても、ですね希薄、えー、化率を抑えるため株式、株価条件をあの、えー、と設けておりますので、希、ま、薄、あ、化ということに関しては、非常に限定的に、まあ、設計しておりますで。こうした資金をですね、えー、使って、えー、我々としては顧客製品化の加速拡大というのをどんどん行っていくわけでございます。でさらにですねソリューション事業と、えー、申しましまて この顧客製品の価値をさらに拡大させるような、新規事業,業新規事業も行ってまいります。まあ、それぞれについてご説明申し上げます。まず、顧客製品化の拡大加速なんですけれども、も、えー、これまで我々はですね。顧客製品化に繋がるようなまあ、有望な案件の。このまあ、要はその。 種ですね種種を、えー、種となる案件を積み上げてまいりました。まあ、こちら、前々期、前期、今期とですね、案件数自体は非常に安定的にこう成長してきていて、また、えー、スケジュールが見えていて、技術リスクが非常に低いような、もう角度が高いような案件もあの順調に育ってきています。で最新の開示ではですね、えー、一番高い角度が高いものは、まあ、6件というふうに。 開示させていただいていて、そのうち4件はですね今期の製品化を予定していると、まあ、そういった状況にございます。で、えー、その中身なんですけれども、えー、簡単にハイライトを紹介させてください。まあ、いろいろあるんですけれども、ポイントとしてはですね、まずこのロボティクス、ドローン、自動運転、あとはマッピングなど。まあ 我々、汎用的な技術と申し上げましたが、一本足打法ではなく、幅広く技術の応用、いろんなところで進んでいます。さらに地域で見ても、ですねアメリカ、シンガポール、日本、ヨーロッパ、えー、韓国と、まあ、地域でも。えーと そのディープテックはです、ね、ディープテックに国境はございませんので、地域的にも非常に大きな広がりを持って進んでおりますで。ここに書かせていただいている案件というのは、基本的に開発というのが順調に進んでいて、まあ、中にはあのその製品の最終化だったりですとか、まあ、市場に導入するための準備というのもかなり進んでいる案件がございますので、まあ、こういったところがです、ね、どん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 また製品化を出していって、我々の技術の普及というのを推し進めていきたいなと考えております。 えー、あとはですね、あのここら辺の,そのロボットや自動運転の話は先ほどあの例を出しましたが、少しちょっとマッピングの部分もあのどういったものなのか、イメージを持っていただきたいので、こちらもご紹介させてください。でマッピング、の実際地図というふうに申し上げましたが、まあ、コンピューターが機械が動き回ったときに、実はこの,あの地図が生成されて、それも利用できますよということでございます。 さまざまな利用がありますが1つあの需要が高まっているのはですね建設や土木工事における測量でございます。あのの皆さんその 道路工事などでもご覧あの見,た方が見たことがある方が多いかと思いますが、従来ではですねこの大きな三脚みたいなこうレーザー計測器みたいなものを持って、まあ、作業員がこう覗き込んでですね反対側に何か棒を持っている人がいてそれで測量するというのが一般的だったんですが、これの大幅の効率化を図るためにですねこのようなあのテニスラケットぐらいの大きさのこの機器を手に持ってですねぐるっと歩き回るだけで例えばその土木工事の。 現場の森土の、その、でこぼこの一つ一つのでこぼこが計測できるぐらい、非常に精度よく効率的に計測ができるという、そういったマッピングツールなどが、まれわの技術を使って開発できるようになると、こういったことはですね、国土交通省の生産性革命プロジェクトの追い風もあって、非常に需要が高まっているところでございます。他にもですね屋内 のケースですと、こういった屋内の場所をですね、えっとマップを取って、それはいろんな形であの使えるようになるんですけれども、一つあるのデジタルツインと申しまして、実際の世界をまああのデジタルのコピーして、それを使ってデジタル的にメンテナンスをしたりシミュレーションするような使い方、これデジタルツインと言います。あとはメタバースですね。このえっと こういったその仮想的な空間の中に人が実際に入り込んでいって、えー、その設備をの作業をリモートでやるとか、かそういったこともあのできるようになってまいります。はい、以上が、まあ、個別の,その製品に対するまれ、あ、わの技術提供のアプローチでございますが、えー、新規事業、先ほどあの頭出しさせていたところについてもご紹介させてください。 えとこれまではですね、あの申し上げた通り、それぞれの製品に我々の技術が入っていて、それがまあ製品化していきますよという話だったんですが、このソリューションというのは、ですね、こういった製品がいろいろ世の中に出てくると、複数の製品が互いに連携したり、同期したりするためのプラットフォームが今後出てまいります。よりこう ロボットの付加価値を上げるようなプラットフォームになるのですが、こういったところの市場機会が拡大するということを見越して、我々はこういったところの,あのえっとプラットフォームを発展させるような技術支援をしていきながら、そういったところもまああの技術提供とライセンスフィーのそういった事業を展開していくということを今、まさに手がけ始めております。 え具体的な例でまあ,あのご紹介させていただきますとこれはあのグローバルで、まあ、5本指に入るあのトップのこの 自動車会社とやっている例なんですが、彼らはです、ね、アジアにあのスマートファクティー、大規模なスマートファクティー、まあ、日本語でいうと、要は賢い工場ですねを新設する計画にありまして、その賢い工場にはでさまざまなタイプのロボットを稼働させて生産効率を上げていくと、そういった構想になっています。その中ですねそれぞれのロボットが自分自身で例えば方向感覚、運動感覚を持って運用されるのではなく、そういった いった方向感覚、運動感覚がですねロボットプラットフォームを通じて全部に共有される、もしくはあの共、えー、と統合されると、そういったことがこのロボットプラットフォームで狙っていることでございます。これ何が嬉しいかというとあの冒頭で申し上げたこの新宿駅の例で言いますと、えー、新宿駅の構内にいる歩いている人全員がですね共通した あの方向感覚を共有できるとそういうことを言っているわけでございます。これそうするとですね、例えば西口を歩いている人は東口に行ったことがなくても、そこに行ったことがある人から情報をもらって、あたかも行ったことがあっても先回りしてその空間のことを理解しているということができますしまた、もちろん人によってロボットによってその空間把握能力がどうしてもハードウェアによってばらつきがあるんですけれども。 えと少数の非常に能力の高いロボットがいれば、ですねその能力が周りにみんな共有されることで、全体の,そのレベルが大きく底上げされます。まあ、例えば、新宿駅にいれば、1人高校間隔の人がいれば、周りの人がみんな迷わないと、そういったことになりますので、非常にロボットの運用が安定的にできるようになります。さらににお互いに連動すすることがでできますので あのロボット同士がぶつからない、新宿駅の中でみんなお互いの動きがもうあの分かっているのでぶつからないみたいな話になりますので、これは安全面でも非常に、えー、有利になります。そうすることで、これまでロボットの導入が難しかったような場面でも、どんどんロボットが導入することができ、まあ、生産性が上がると、そういった仕組みになっていますので、こういったロボットプラットフォームでは今後、非常に大きなポテンシャルを秘めているということになります。さらに 人工知覚の応用はロボットだけではありません。えー、人工知覚をそのこう柱としてですね、さまざまなえ応用先というのは、実はこの人工知覚の能力との全て共有できるような、そういったプラットフォームも実現可能で、まあ、こういったところは初期的、まだ初期的な構想ですが、す、え、で、ー、に構想が始まっています。具体的にはですね、例えばこのようなえ大きな あの工場、プラントにおいて、ですねそういった統合されたプラットフォームがありますまあ、当然、あのロボットプラットフォームを含んでますので、まあ、ロボット、ドローン、もしくは人を運ぶようなモビリティなど、こういったものは自由に自由自在に動き回ることができますし、動き回ったことによって、えー、デジタルの情報が生成されますので、これはデジタルコピー、デジタルツインとして、 メンテナンスやシミュレーションに使えます。さらにこういったデジタル空間に人がメタバース的にこう入り込んでいって、例えばリモートで設備のメンテナンスをして、さらに設備の操作をする、そういったことも実現できるようになるわけでございます。もうまさしく機械にみんな目がついていて、それが動き回ることによって、その目で見えている視覚的な空間の情報というのがすべて集約された。 プラットフォームになると、まあ、そういった技そういった技術的な取り組みというのは今後あのますます増えていくというふうに、えー、我々は見ておりますで、えー、ここで重要になってくるのはこういった非常に莫大なその市場があの潜在的にあるんですけれども重要なのは我々やっぱりその 黒子に徹してですね、黒子として技術を提供していくというのが非常にこの市場を広げていく上で有利になって重要になってきます。というのも、そもそも非常に技術的にあのハードルが高いので、これ世界でこれがあのやれる会社というのは本当に限りがあります。でもちろんその g ーファと呼ばれる会社は技術力はあるんですけれども、彼らはですね、あ 技術があるもののある意味黒子ではないのでこういったその産業用途だったり企業用途のところに、まあ、データを取りに行くという形で入ることはできませんというのも例えばトヨタ自動車が自分たちの工場でこういえたことをやろうとしたときにこういったデータというのはある意味自分たちの生産活動をすべてこう網羅するような非常に機密性の高いデータになりますのでデータというレベルで競合するような あの大手とは基本的には組むことができないと、とそういうような障壁がございます。ですので、我々今の技術的な先行,先行的な優位性をですね生かして、ですね、えー、こういったこの市場をあの我々パートナーとしっかりと確立していき、我々の技術をこういった領域でまあ標準化していくというところをあ今後、大いに取り組んでいくということを考えております。 で最後にあのまとめになりますが、えー、普段はですね、えー、これまであの仕込みのフェーズということで有望な顧客の囲い込みとまあ、製品の、えー、製品化の支援にまあ、注力してまいりました。えー、そして今期からですね段階的にこの製品化というのが 始まりまりすこの製品化によって、だん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 収益構造を変えていって、ですね持続的なライセンスの拡大というのをまあ中期的には目指してまいります。でそこからさらに、ですね、えー、製品化、要は世の中に出た製品を足がかりにして、複数の製品のまあ用途拡大し、価値を上げるようなプラットフォームの市場を広げていき、まあ、プラットフォームが できればさらに製品の普及も促されるのでこの製品とプラットフォームの2段階の相乗的、えー、シナジーを持ってですね我々の技術の普及というのを大きく後押ししていきますでそれによって我々のライセンスの安定化大型化というのを、えー、我々としては目指してまいりますまあそのような会社が九段でございます以上、まあ、簡単で駆け足になりますが九段の紹介とさせていただきます あ、あの講師をありがとうございました。えっと、それではあのここから質疑応答の時間に入ります。えっ、ー、と事前にですね。質問いただいているので、まずそちらからお願いいたしますえー、今期4件の顧客製品化予定というふうにあのなっていますが、来期それからそれ以降の製品化件数っていうのはどんな想定でしょうかと？とえー、また予定している製品関係の中には？ あ誰も誰もが知っているような大手企業との案件もありますでしょうかという質問ですまずこちらからお願いいたしますえっとご質問ありがとうございます案件のお見通しに関しましてはまず 現段階で製品化を、まあ、角度高く見込んでいるものは6件ございまして、今期4件、来期2件でございます。この4件の中のうちの1件がすで、えー、に開示しているホエールダイナミック社でございます。であとは、えー、今のところこの案件、まあ、もちろんその個別名は今開示ではできないんですが、えー 皆さんが知っているような、もう大企業も、含まれているというな状況になっているかと思います。はい、ありがとうございます。えっと、それに関して、今後も、あの、案件化が進むごとに。えっと、その相手企業というのは、公表するしないというのは、これは。それぞれ、あの、案件ごとに違うんでしょうかね。そうですね。あの、われの、あの、申し上げている通り、黒子でございますので。えー、もちろん、あの。 お客さんが解、とかい開示するっていうことが、まあ、合意するものはもう当然合意、あの、できるだけ開示していきます。ただ、えー、お客さんとしてもですね、あのー、こういったところは自社技術に見せたいという意図を持って我々と組んでいる会社さんも数多くございます。実は世の中ではですね、このオープンソースに取り組んだけど全然物にならなかった。ただ、この、えっ、ー、と、自分たちのマーケティングではこういった技術は自分たちを持ってる。 あのスラムを出すぞって言ってる会社が非常に多くあるんですね。そういった会社さんと組んでる中では、我々はまあ、あえて。 自分たちがやっているというところを、まあ、申し上げないようなケースも中にはあります。それはケースバイケースでございます。まあ、ただ、あの製品化するというものに関しては、我々は基本的には製,製品化開示していて、名前出さないのは出せないんですけれども、まあ、そのケースに関してはできるだけ開示できる範囲で、えー、透明性を持って開示していく方針となっております。はい、ありがとうございます。続きまして、これも事前なんですが、えー、当期の売上予想は前期の実績から大きく伸びていますが、 来期も評価、開発案件だけでも同様の伸びを想定しているのでしょうか、またソリューション事業、商用ライセンスの売上としての売上としてどの程度見込んでいるのか、教えてくださいといいとう質問ですはい、あこちらもご質問ありがとうございます。 えっと売上の伸びに関しましては今期あのそれなりの伸びを、えー、っと想定している中で来期もそういった伸びのおなんて言うんでしょう伸びのスピードというのは我々としては、えー、っと想定しておりますでその中で、まあ、ソリューションだったりですとか、えー、製品ライセンスがどれぐらい占めるかというところに関してはあの製品ライセンスはあのまだこの 最初に決定して勝、かつそういったものがこう出てきている段階ですので、いきなりあのものすごく大きく膨らむというよりも段階的に増えていくと思います、ただ着実に増えていくと思いますので、まあ、そういったところに関しては、まだこの比率だったりとか数字というのは公表してないんですけれども、えー、増えていくものというふうにえ申し上げることができるかと思います。はい、えーあとはですね あのソリューションの方に関しても、えー、今期来期で、まあ、立ち上げていくというところになりますが、あこちらも、あのー、数字面に関しては、えー、と公表はまだ今、控えさせていただいております、はいえー、っともう1個、えーえー、事前質問があるんですが、先ほどあの6件のうち4件が今期で2件が来期以降というところだったんですけれども、えーっと、記者の今後の資金繰り事業財務戦略として、公式期間3年の、あの、 えー、第三者割当ての新株予約権なんですが、トランスェの二と三の必要時期については、まあも可能ならもう少し具体的な計画どのあたりになるのかなっていうのが分かれば教えてくださいというご質問です。あ、そうですね。えっ、ー、とこのこちらですね。えっ、ー、と二と三に関しては、まあ基本的に資金に関しては。 えとこういった事業の拡大のためにあの今、計画しているところなんですが、まあ、併せてわて我々としてもです、ね、株主価値をいかにあの守っていくかというところ、そこのバランスかと思っています、えー。製品化は、まあ、あの予定通りにこう進んでいくというふうに、まあ、あの考えてはいるんですけれども、このタイミングに関しては、その必要時期というよりも、そのバランスの取れたポイントで我々はまああは資金を投入して加速させていく。 いいくとそのためにも、えー、事業をそういあの柔軟性を持って、えー、計画しているとそういった状況でございまして具体的な時期を、まあ、我々の方でいつかということを、まあ、規定しているというわけではございませんはいありがとうございます、えー、と続いてライブでもかなりたくさん質問が頂い,い,いてるんですけどちょっと時間の関係で全部はお答えできないと思いますがあのちょっと私の方でピックアップさせていただきます、えー、とちょっと今日の説明資料の で15ページ、あの角度の、えー、高度案件についてなんですが、2022年度末の資料より1件増えてるんじゃないかと、増加分1件というのは、今期業績予想には織り込まれてないという認識でいいんでしょうかという質問なんですが。はい、えー、と数増えてます。 でその案件が今期の業績に与える影響としましては、まだ立ち上がりその、その案件自体も商用化として立ち上がりの段階、お客さん側でも立ち上げる段階を迎えるため、今期への業績に関しては、変更させていただいておりません。はいいありがとうございます えとそれからちょっと細かいところなんですけど有価証券報告書の生産受注及び販売の状況のところであのソフトバンクさんとか NTT ドコモさんに対する売上げの金額を開示されてるんですけどもこのあたりというのはどういう売上げだったのかまあ秘匿義務で説明できない場合は結構なんですがどどんな売上げだったのかというのを教えてくださいという質問があるんですが。 そうですね、あのー、個別、えー、と顧客の事、まああのー、業の内容に対してはまあ我々も機密あの,密あの,密あの義務がありますのであの申し上げることが、えー、難しいです。まあ、ただあの、テレコム ンとして、まあ、我々は日本のテレコムだけではなくてグローバルでもいろんなテレコムの会社さんとやらせていただいているわけですがもうあの共通するニーズとしては彼らはやはり 5G を、まあ、売りたいというようなところがありますので、えー、と我々の技術と組み合わせて、まあ、あのこういった空間把握能力のようなものをです、ねえー、通信を通してさまざ、あ、まな場所で使っていくというのがまずベースとしてあります。 そういった取り組みというのがさまざまなこの応用先に合わせてわれわれテレコムの会社さんと取り組んでいるというのが一般的な個別業界に関する情報としてお伝えさせていただければと思います。 ちょっと時間もあるんですけどあのたくさん来ているので記者の強みの源泉はスラム技術を支える人と認識していますが、まあ、それは正しいでしょうかということですが、えー、ただ今後市場規模拡大に伴い人材不足になることが推測されますが、えー、他社への人材の流出懸念に対する対策ということはどの何かお考えでしょうかという質問です。 はい、えーっとですねあの、まさしく人材というのは非常に重要でございます。このアーティセンス社を買収したというところもそういったところとつながってくるところなんですけれどもかなりニッチな世界ですので。えーっと 我々と我々もです、ね、それこそ GAFA と、まあ、人材の綱引きをするようなところもありまして、我々が GAFA から人を引き抜いたりですとか、ま,あ、またあの人の移動というのは、まあ、ゼロにはできないので、そういったところもあるかと思いますが、非常に求心力強く、ですね、我々本当にあの業界のトップのトップにあたる、えー、とクレーンーズ教授を中心として。も、 彼が声かければ届かない人はいないと、そういったレベルの人ですので、えー、そういったあの我々そのハブになるような人材も生かしながら、あー求心力を保っていきたいと思います。またもう一つ重要なポイントとして、我々が取り組んでいるこの新層技術はですね、まあ、え申し上げた通り、エンジニアリングの地道な積み重ねと本当に重要なんですけれども、かといって、じゃあ3倍のエンジニアかければ3倍の パフォーマンスが出るかというわけではなくて、本当に一握りのこの、まあ、天才エンジニアが、えー、他のエンジニアの10倍の、例えばパフォーマンスを出すとか、そういった世界でございます。いかにキーマンになるような人をきちっと我々はインセンティブ設計をして、も,もちろんその,あのエクイティなども含めて、そのインセンティブ設計して、えーえー 囲い込んでいくか、そういったところになりますので、逆に我々が少数精鋭だからこそ、大きいその個別事業をやっている会社に比べると、こういったインセンティブ設計の柔軟度って非常に高いので、そういったところに関しては、競争力を発揮していくことができるんじゃないかなというふうに考えております。ははいいありがとうござまます、えー、とそれれでで若干時間もも超過しましたけども、えー、これで 九段、えー、株式会社のプレゼンテーションを終了しますあの非常にたくさん質問いただいたんで御社に対するご関心が、えー、投資家非常に高いなというのを強く感じました講師を中山様どうもありがとうございました皆様どうもありがとうございました